えー、第2部全体会ということでですね豪豪豪華華華なななゲストをを人にご登壇をいただきます、えー、これから語っていただくことは、まあ、地域をどうやったら元気にできるのと、えー、そういう話になるかなというふうに思いますが、えー、今日ここにですね、まあ、お,およそ850人ぐらいの方がいらっしゃると思いますけども、えー、実は相当真剣に 地域に戻って、まあ、戻んなくてもいいんですけども、まあ、例えば自分の生まれ故郷とか自分が今暮らしているとことか何か決めている特別な場所地域の活性化とか地域元気にすることとかそういうことに実はすごい興味があって、えー、一生懸命取り組んでみたいって本気で思ってるっていう方はどれぐらいいらっしゃいますかやっっぱり、ね、こういういいい状況なんんんでですす。よね。結結構いらっしゃるんですで結果、日渡さんの話を聞いた後に、 ラブレターのような長いメールが来たりとかするのはこういうバックグラウンドがあるからと、えー、<laughs> そんな状況です、はいえー。ということでですねもう多分これ以上ないあのゲストにお,見お越しいただいたなというふうに思うんですけどもお一人お一人、えー、今それからちょっと前まで、まあ、いろんなことがあると思うんですけどもどういうふうにこう地域と関わり地域を元気にすることにお取り組みになられてきたのかということをですね 少し時間をとってお一人お一人、えー、まあ自己紹介というか、えー、どんな今思いでいらっしゃるか地域を活性化する元気にするみたいなことについて語っていただくところから始めたいなというふうに思いますでは兼池会長よろしくお願いします JR 九州ののですえー、っと日田さんね、はい <laughs> <僕>いやまああ自己紹介は多いって <laughs>、あのー 850人の方が、はい、佐賀県民なら選挙で取ってましたよね <laughs>。そうなんですよ。ね<え>い。いやいやあのね、うん、そこは拍手をするところじゃないんですまだね、えー、他にありますからね。えー、どんちゅうこと言ってるんですかちょっと。以上自己紹介でした。<laughs> ありがとうございました。あのちなみに事前打ち合わせしてたんですけどもキーワードは。 やっぱ出たところで出たことで感じたことをしゃべろうっていうお話だったんで今それを感じられたということだと思います <laughs> じゃああの日田さんよろしくお願いしますちょっとや,やりにくくなりましたね <laughs>、えー、日氏ですあのまさか本当さっき話あったようにこう佐賀県知事選に落ちると思ってなかったんで非常に不思議な状態がまだ今続いてましてねで僕今日星野さんとこうやってお話しするのは初めてで市長僕は一応これでも市長やってたんですよ やっていてやってた時にあの星野さんがよくほらマルチタスクやられたじゃないですかあの例えば旅館でねえ普通の旅館とかホテルっていうのはあれなんですよえっとほらえフロントはフロントの人とか掃除は掃除の人とかって言うんだけど星野さんの本読んで,で自分もあの何件か行った時にねまあちゃんとあのお金出して泊まりましたからでその時にねあのそのマルチタスクっていうのがこれ行政使えるぞって。 いうので、そこを TTP したんですよ。あ、TTP って徹底的にパクるっていうことなんですけど、<laughs> うん、だから僕はあの星野さんのほぼほぼスタップ細胞でできているんですね。まあ <laughs> 星野さんの紹介も終わりました。はい。ありがとうございます。では星野さんよろしくお願いします。ありがとうございます、えー。落選ネタっていうのは鉄板ですね。いやすごいすごい受けるんでびっくりしました。あの。 誰かがちょっと真面目な話しないとこのセッション始まらないんで、えー、と少しあの、えー、とちゃんとお話しすると,、えー、と私は長野県の軽井沢で、えーあのまあ、実家を継いだということから始まったんですけどあのや,やってみてやはり地方で仕事をするってすごくあの、えーまあ、面白いなっていうのはあのちょっとあの誤解を招くんですけど、まあ、チャンスがあるなっていうふうに思ってるんですね。あのチャンスがあるっていうのは その地,方地方の経済力が落ちていくとか,それから地方の,その人口が減少していってるとかっていうことこう課題がこうたくさんあるわけなんですけど、えっと、そこに対してあの自分ができる、まあ、幅が大きいっていうんですかねこれも,もう大あの東,東京みたいなところにいると自分の貢献度があ,のあんまり見えてこないあのことがあるんですけど地方にいるとあの何をやってもその影響力をですねあの 実感することができるって言うんですかねですから仕事が楽しいっていうのはあると思うしそれから何と言っても競争相手が大したことないってこともあるんですよ <laughs> こ,これ大きいんですよやっぱりね東京とかニューヨークにいるとね競争相手が世界一だからなかなかねこれ大変な競争になっちゃうんですけどまず自分の力をあのつけてねそこからあの最後東京行けばいいわけで あのその力をつけるまでにはやっぱり競争相手がやっぱりダサいところに行ったほうがいいっていう、まあ、そういう意味でね僕は地方っていうのはその地方のために何とかしようって発想じゃなくて自分のためにあのすごく活躍できる力をつけやすいチャンスのある場所だって、まあそんなふうなことが私のキャリアの中で一番実感してきたことだと思っています。はいいいありがとうございますあのつい最近のののさんのブログの中にも その若者が地方に来るとやっぱり活躍の場所は広がるし自分の,実力,のた実力アップのためにもぜひ地方の企業で働くべきだみたいなブログがあったと思うんですけどもその個人軸っていった時にこうどううでしょうどれぐらいの違う感じがしますかね地方で働いて例えば星野リゾートさんで働くとどれぐらい成長しちゃうもんなのかみたいな話ですけど人材はそもそもいないですから早くその任せてもらえるチャンスがありますよね。ですかからあの地方っっってていいううのはどっちかっていうとその あのいなくなるぐらいならどんどんやってもらおうっていうね、姿勢の,の企業も多いし、それからそういう環境だから、あの自分がやりたいときにあの、若くてもやれるチャンスがもらえるっていうことがすごく大きいですよね、もう一つね、ちょっと簡単に、僕はあのリクルーティングで東京で新卒採用して、地方に配属してきたんですよ、でこれも二十何年やっていて、大変なんですよね、日本の学生って東京離れることを都落ちと思ってますからね、でそれをね、説得するって大変なことで、時には僕は20年前、親まで説得してましたから。 であのすごく大変なんですけどすごく一つ自信になったのはこういやいやなんだけども地方に来てもらって3年するとみんなねそこの場所が好きになってるんですよつまりね住めば都なんですよねでやっぱり地方には地方のいいとこがあるってことを学生が知らないだけなんですね。 だからも,もっともっと、ね、学生のうちにその地方で生活するチャンスを与えてほしいしそれからあの、我々のグループ堀さんの盟友でもある瀬古さんみたいな、ね、人には僕はその日本の大学改革においてその単位を、ね、地方の大学と東京の大学でこう認め合うようなそんな制度を入れてもっともっと地方で若い時に生活するチャンスを増やしてほしいなんてていうふうふに思ってますそうするとあのすごく好きになる人が増えるんじゃないかなと思いますけどね。 いやそれは正しくてあの総務省がね大体ろくなことやらないんですけどあのふるさとなんだっけ事業協力隊だっけ、えー、なんかあの総務省のお金で3年間あ地方に出す制度があってこれが結構あの予想に反してうまくいっちゃったんですねでこれがきっかけとなってさっき星野さんが言ったようにじゃあ地方に根付いて竹尾もそうなんですよ 最初、竹を嫌いだって言った人が3年経って竹雄ラブになっちゃってでそこでまたいろんな人たちと組んでこうビジネスを始めるというふうになってるんでだから、いろんなきっかけが前と比べると増えましたよねうんだからそういうのをどんどんん使えばいいいなと思いますねはいあの星野さんがその競合があんまりいないもしくはこっちの方がやっぱが勝ち癖つけるためにいいんだみたいなことをおっしゃられてましたけども竹をでいろんなお取り組みをこれまでされてきたというふうに思うんですが。 その行政の立場から見たその地域っていうのはどんなふうにご覧になられていらっしゃったかさっき控室で結構もうスピード上げようと思ったら株主いないしやりたいことバンバンできるのが実は行政なんだよねみたいなことをおっしゃられてましたけどそれ内緒だったんですけど内緒ですか <laughs> <laughs> そんなこと言ったらまた僕選挙落ちるじゃないですか <laughs> いや本当にねこれ行政ってみんな誤解していていやさっきもねもう言いますけど株主いないってすごいハッピーな世界なんですよ 要するに上場会社の社長って何あの気にしてるかっていうとあのまず株主、あるいは株価、円高、円安そういうのばっかり気にしてるんですねだけど1回選挙で通った人っていうのは4年間っていうのはある意味成果を出す時なんで全くだからもうそのなんかなステーホルダーっていうのはもう気にしなかったですね。まあ、もっっと気にししろよって言われましたけど、うん だから行政って極限までスピードを上げられるっていうのが僕の9年間で一番こう体感したことですねあれだから行政はぬるいとかとろいとかってあの嘘ばっかりですあれうんと思いましたやろうと思えば何でもできちゃうとあできちゃう,い,う、ね、いやだから図書館できたんですよあれ本当に2年半かかったんですよ本当は手続きとか踏んでたら5か月やっちゃったから吉野より早かったです <laughs> ちなみに武雄の蔦屋って行ったことあるって方どれぐらいいらっしゃいますかあ結構 結構いますねあのグロービスもあの地域という意味では福岡港もあるので結構いるんですよねいやだって1年で100万人来ましたもんねだって竹雄市て人口5万人で犬死しさせても8万しかいないんですよほ <laughs> 本当にだからそこに100万来るんだもんねでそこの満足度調査はあの3ヶ月にいっぺんやるんですよあの公式非公式に大体85%ですから来館者の満足度が。 だから、そりゃ公共施設ってみんなださいって思ってるでしょ、だけど公共施設こそね、皆さん税金でできてるんですよ、だから、ださいっていうのはありえない話なんです、本当は。だから、自分たちが住んでるところの公共施設がね、夕方6時に5時半とか閉まるって言ったら怒らなきゃ、だからそれ声を上げないから、ダサダサのね、公共施設とか図書館とか、ワンサイいるんですよ。っていうから、僕は図書館協会から、のように嫌われましたありがとうございます。 では次にです、ね、いえいえ、あのー、やっぱり JR さんという会社、まあ、大きいですし社会的な責任も大きいですしそういう中でですねやりにくいこともおありなんだろうなきっとと思いながらも唐池さんがやられたいことをどういうふうにこうやられてきたか今のお話の延長線上でいくとやっぱ行政の一般的にイメージを持っているような感じのところもやや,やあるような気がするんですよね。 でも兼家さん、本当にこうユニークな電車を作られユニークな形でこう地域に入っていきまあ七つ星イ九州を作られとで地域がそれですごく盛り上がっている側面があるえどんな思いを持たれてどんな形で何が理由であれがうまくいったんだろうみたいなことを私はあの九州の生まれじゃないんですよね、えー、大阪の南の方の死んだ親からは。 あ,のあんまり行政の地名を言っちゃいかんよと言われてるんですけどねあの関西空港の前で撮れたんですけどもずっとあの吉本新喜劇で育ちましたから、えー、そういうこの豊かな土壌を持ってですね <laughs> 九州に乗り込んだそうすると星野さんも平田さんもおっしゃったようにあの田舎でこそ力が発揮できるということもあるんですけどもそのよそ者こそ 力がが発揮でできるるというかかねね、えー、九州の良さが分かるんですよ、ね、地元の人は分かんないですよなかなか。ね東京に住んでる人で東京タワーに行ったことのある人は少ないとか聞きますよね。えー、星野さんにしても、えー、あちこち全国あるいはもう世界にね、えー、星野リゾートさんが活躍されてますけどよそ者だからその土地の良さが分かるんじゃないかと。 そして東京から見て竹をどうするかということを考えだろうと私も九州に来てですね九州のいろんな人よりも九州の各地の歴史に詳しいですよねまあ興味を持って、えー、いろいろ勉強しましたしまあ現地に行きますからねそうすると本当にいいところが多いんですね魅力にあふれてるんですよ。である時、うん、私ども JR 九州が 6年前でしたかね、5年前か、えー、っと中国の上海に事務所を作って、九州を売り込もうということで、えー、事務所長以下、毎日のようにあの上海の企業、あるいは旅行会社、あるいはマスコミさんにですね訪問して、九州を売り込むんですね。ところが、その6年前の中国の人、上海の人は、ですね全く九州をご存じない。 九州というこことと地名を聞いたこといたがな九州という州がつきますから上海の人にとっては中国では広い州と書いて広州職は広州にあるってありますねだから九州というと中国ののどっかの地域なんんだろううと思うんですね <laughs> 北海道は結構割と知名度がありましてねあの映画とかテレビドラマのロケになったりしてね上海の人もよくご存知北九州というのは全然知らない。 で知ってるといえば東京京都大阪であと知ってるとあの空港がある都市名ですね、えー、福岡空港な福岡とかねそういうことで知ってるんですけど九州ということで全然知らないこれにショックを受けましてで私が知らなかった私が九州に行って九州の良さが分かってるのにその上海では全然認知されてなかったこれにショックを受けてですねまあ 次作る時は必ず固う,う名刺に九州を入れようと思いまして豪華列車七つ星を作った時も七つ星に終わらず七つ星 in 九州とわざとつけたんですねこれで世界に発信しましたから九州あっ九州ってそういうとこなんかと、まあ、ちょっとはね、えー、知り渡ったんかなと思いますあのー、本当に九州の地元のいいところが よそ者だから分かるでよそ者だからそれを伝えたいというこれが私をここまで駆り立てた原動力かなと思いますねちょっと真面目にしゃべりすぎましたかね <laughs> <laughs> ありがとうございますあの日渡さんの本だったと思うんですけども「えー、よそ者若者バカ者」まあ、この3つがやっぱり地域を実は作るんだっていうようなお話があると思うんですけどもその辺の実感みたいなことっていうのはどんなふうにお持ちでいらっしゃいますか いやそれはもうよそ者、若者、若者はもうみんな言ってることなんですけどあのそれに加えて言うとやっぱりねあの僕はすごい大事だなと思ったのは他境でうまくいってる人うまくいってない人っていうのはちょうど分かれるあの分岐点っていうのはそれはあの見せかけの人柄、人柄あのそこ、見せかけって大事なんですよ。 あの人からいい人で本質的にいい人ってそんなにねここにいっぱいいるとは思えないし <laughs>、ええ、<laughs> そんなんどうでもいいんですよね。だけど少なくともこう人に接するときに何か共感持っている人だからそうするとねこの人を救いたいとか助けたいってなるんですよね。うんだからあの自分の足らないところをちゃんと知っていてえそこにで人にこう接するってなると田舎の人っていうのはねもうガぜん助けようっていう風に。 やっぱなるんです、ねうんまあ、先ほどの場合は温泉もあったから,、ええ、だからそこでこう結構、仲良くなってっていうのははやっぱあってっぱりああてていうのありました、ねはい。星野さんはあのもう本当に北海道から沖縄までいろんな施設であのいろんな方ことをやられていらっしゃると思うんですけどもそのよそ者もしくは星野リゾートの中で活躍するその人ってどんな人みたいな地域で活躍できる人ってどんな人みたいな切り口で語っていただくとするとどんな印象を持たれてますか <coughs> まああのそそどんな人っていうとちょっと困っちゃうんですけども、えーとまあ、意外にだからそのあのこう大都市で大企業であの働いてらっしゃる中でこう活躍する人とそんなに僕は差があるとは思えないんですよね。 やっぱり能力が高い人が活躍するあの当たり前のことなんですけどもただその同じ能力を持った時にその地方に行った方が私ははるかにできる幅が広がると思うんですででその若いうちにできる幅が広がるってことはその本人の成長につながるっていうことだと思うんですよね。やっぱりり必要とされててる能力ってのはあまり変わらなくてコミュニケーションも大事だし それから調整力も大事だし、ただあの決決定するあの力とかね、あのいろんな人たちをこう巻き込むリーダーシップみたいなのもこう大事なんですけど、あのそれをこうあの同じ能力を出した時のもう効果が違うというか、自分のその活躍できる幅が違うっていうのは地方のすごく良さだと思いますよね。なかなかあのそういう人たちがあの地方に少ないっていうのがやっぱり課題ですね。あのもう一つ余計な話をしてしまうと。 意外にね、そのあのえっといるんですよね。いるんだけども、押さえつけられているあのこう構造みたいなものがちょっと感じてるんですよね。あの観光協会とかありませんでした？観光協会とか温泉組合とか、でこうこういうね、こうだ業界団体とかっていうのは意外にその行政と連携して力を持ってるんですけど、ここのね、あの人たちがやっぱり僕は高齢者すぎると思ってます。ね でやっぱり日本の地方を元気にする一つのキーワードは僕は世代交代交だと思うんですね今、30代の人たちにもう早くね権限をバトンタッチしちゃった方がいいんだけどそのこういうなんとか協会、なんとか組合が、ね、ずっともう高齢者グループになっているので僕はちょっと、ね、あの全部は交代する必要ないですけどもっと若い人たちにこう入れてであの意思決定をしていくともうガラッと変わるんじゃないかなという,ふうに思ってますね。 これ結構それは流れになっていてあの今までその観光協会というのはタコツボだったんですよあ要するにあの高齢者の人たちがもう長老支配をしていってで市長よりもそっちの方が偉かったもんねなんか石碑も僕の方が後だったもんねなんかいやそういう世界なんですよ本んであのー、今ね国の流れが DMO って、えー、なんだっけドメスティックなんだっけなんとかオーガニゼーション であのー、外の力を入れて観光協会とか商工会議所とか商工会とかをこうぐるって並べてでそれもかあのインバウンドとか。 あるいはその中の観光の振興とかっていうのを組織をこう作れ作れって言ってあの石破さんとかが相当言ってるみたいなんですよねでこれあのなんかなまた箱だけで終わっちゃうとちょっとまたどうしようもなくなるんでそこをうまくね,、あのー、ね皆さんたちみたいな人に来てもらってあとさっき星野さんの流れで言うと、あのー、やっぱね決定するっていうのが一番のやっぱ醍醐味なんですね決定するってで僕もあのー、なんかな市長になってその決定するのが仕事だったんですよ あ決定すっっっててこれが一番やっぱりももうう僕としてはもう最高の喜びになったんですねだからそれを早い段階でそのなんかなんかこう乗るかそるかとかっていうのを味わうというのはその決定権を持つっていうのはもう決定的に僕はおしゃれになりましたけど大事だと思っていましてねだからそういう意味で言うとそういうなんかなんかこうシステムを使ってさっき星野さんが言ったように若い人がこうどんどんこう地方に入っていくとさらにこう面白くなるんじゃないかなと思いますね。 まあ一般的に企業から企業に転職するという話でも会社のサイズを下げればまあ相対的にポジションが上がって決められることの幅が広がってえどんどんその自分のさっき星野さんのこう効力感というか自分がこう影響を及ぼせている範囲が広がるみたいなことっていうのは当然あると思うんですけども。 あのなかなかそこに一歩踏み出せないみたいな状態もあるのかもしれない特に自分が住んだことのない場所に行ってそれをなんかチャレンジしようと思った時のハードルっていうのは何かものすごく高く感じてしまうってことも結果としてあるのではないかなという気もするんですけどもじゃあ今度そういうことを打破して本当に若い人たちにここで働くことここで生活することここで活躍することって本当にいいことだぜ っていうことを何かこう地域の側から発信するなり作っていくなりメッセージとして出すなりするとすればですねどんなことが考えられると思われますかこれ行ってこいになってこないとなんかなかなかうまくいかない高尾先生、はい、あの課題が難しすぎる。<laughs> 全然変わって話を <laughs> いいですかあの控え室で田久保先生はまあ地域を元気にするまあこの3人というご紹介をした後でということで,で地方創生という言葉をあまり使いたくないんだと田久保先生おっしゃいましてね僕は地方創生という言葉を使おうかなと今日は <laughs> それでもう 控室で急にやる気がなくなったんですけども、<laughs> まあその使わないまでもですね、えー、本当に地域を元気にするってなんだろうともう一つは日本全体を元気にするアベノミクスの評価というのは分かれていますまだね、えー、まあかなりいい方向に評価が傾きつつあるんですけどね、えー、それでも安倍の評価ア,ベアベノミクスに対しては、えー まだこんなところが悪いとか、地方がまだまだその恩恵に属してないとかね、そういう評価があるんですけどね、全体として私はあのうまくいったんじゃないかなと思ってますね、なぜかと言いますとね、だからまあ円,高円安とか株高とかね、まあ、経済的な効果、その輸出産業が大変元気になったとかね、そういうことはあるんですけども、一番大きなのはね、日本人が自信を持ったことですよね。長いこと十数年 日本人はかなり抑えつけられていてい日本人はだめなんだとかもう中国にも韓国にも負けるんだとか欧米から相手にされないんだとかそういう報道をずっとされてきてしかし日本人がこの12年23年いろいろやったらトヨタはやっぱりすごいなとか、ねえー、輸出産業のきらみ強くなったなとかあるいはもっといきますとクールジャパン日本の文化とか日本のお技 匠の技とか、そういうものは世界の中でも本当にトップレベル、ね抜群に優秀じゃないかとか、そういうふうに、ね、我々今自信を持ち出したんですね。僕アベノミクスのあの一番の成果はそれだと思うんですね。で地方創生も、えー、何かと言いますと、地方が元気になって賑わって、で経済活動が活発になって、で人口が増えていけば、 してて雇用が増えていけばこれはいいんですよいいんですけども、その大元になるのはね、地域の人が自信を持つことだなと思いましたね、その自分の生まれた、住んでる地域に自信を持つ、私は七つ星をやって、それを痛感しましたあの、七つ星が九州各地を巡ります、沿線とか最寄りの駅では、たくさんの人が今もあの見に来てくれますし、ずっと今でも手を振っていただいてます。 で私はその手を引いてだく人の群れの中に飛び込みますと珍しく私を褒めていただきます。JR 九州よくやったねと嬉しいと九州にこんな素晴らしい列車を走らせてくれて九州人としては誇りに思うとそうおっしゃっていただいてだからその経済効果が後からついてきましたけどもねついてきていますけどもそれよりも九州という土地を 大変自信を持つようになったで、地域に対して誇りを持つようになったこれが大きいです石破大臣地方創生大臣もですねおっしゃってます地方創生の一番の元は地方の人が地域の人が自分たちの地域に誇りと自信そして驚きと感動を持つことが地方創生のスタートじゃないかとそうおっしゃってましたけど星野リゾートさんも各地で素晴らしい施設をお作りになってで。 施設自体がもちろん素晴らしいんですけどもそこの周りの人たちにとってうちの地域にこんなすごいものがあるんだぞという誇りになってるんですね。で武雄市もまあまあ日渡さん今失敗しましたけども <laughs> いやいや失敗はしてないんだけどあの蔦屋さんがね大都会でしか見れない蔦屋さんが武雄市にあるしかも武雄のことが全国ニュースに どどんどん出ていくあれは蔦屋というものが出たこと以上に武雄の人がね誇りを持ったんですよ。武雄ってすごいんだな全国区なんだなとそれがあの地方創生のスタートだし実は一番の本質じゃないかという気がいたしますが難しい課題に反して優しく答えしましたけど。 ちょっと補足するとね、ひ、はい、人もの金ってよく今ワード、ワーディングで言うじゃないですか、人もの金って、これ、順番なんですね、だから武雄市もいろんな改革やって、人がまずわーってやってきたんですよ、一時期40倍ぐらいになったんですよ、武雄役所って、うん、それ、なんで取ってたかっていうと、僕ら人柄で取ってました、人柄で、だから、ガラケーって言ってたんですけど、で人,で人,人が来ると、次、物が来るで、僕らの場合だったら、例えば図書館、で最後に経済効果のお金が来るんですね。 だから人と者かで結果的にやっぱり僕らはあの税収が増えたんですね、10%以上、なんで借金も100億返したし、だからこれってなんか順番があるなっていうのは、あの唐木さんのさっきのねあの珍しく真面目なあの言葉で選挙でね落ちてね、僕は今聞いてびっくりしたんだけども、選挙で落ちた人が、ね、かえってお金がたまったっちゅうんですよね、本当にね。で これね、あのね流れてますからこれね <laughs> 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 さてどうやってつなごうかと言いますとあの汗が吹き出しておりますけれどもでもあのあ困った時は星野さん困った時は星野さんにコメントをいただく <laughs> あのさっき控え室でちょっと1個ルールを決めましてあの困ったら星野さんにコメントいただこうっていうルールになったんですが でも本当に人と物とかねでもそもそもなんで武雄はそんなにいっぱい人が来るようになったんですかね。あの図書館ができてから人が来る、何かができてから人が来るっていうんだったら、まだなんかわかる気もしたんですけども、なんで最初に人がわーっと来るようになったんですか、ね、いやそれはあれですよね、あんまりあの報道されなかったんですけど、いきなり僕、やっぱり知名度を上げなきゃいけないと思ったんですよ、だって武雄って言ったらカンボジアですかって言われたんですね、カンボジアに武雄って本当にあって。<laughs> うん だから知名度がないとこっていうのは悲しいぐらいね、あのもう自虐的なんですよ。だから知名度が上がると、そこが僕は誇りに直結するっていうふうにこう僕はもう直感的に思ったんですね、やっぱり知られてるから、やっぱりこう元気が出るって、だから僕が武雄市にあの市長であの望まれずに入ったときはあの、やっぱそこはやっぱもう最初、それをやろうと、だからありとあらゆる手段やったんですよ、例えば僕はフジテレビドラマの「佐賀のかばいばあちゃん」を無理やり誘致しました、無理やり。 でいきなり、あのこれ例えばね、えっと、フィルムコミッションとかっていうと全然ニュースにならないじゃないですか、顔を作ったんですよ、佐賀のガバイバーちゃんかって、ね。で、その後僕、調子に乗っちゃって、すぐ調子に乗るんで、ええ、で選挙落ちたんですけど、<laughs> ええ、調子に乗って。<laughs> で,で今度ねあらゆるドラマの顔の名前をつけるって僕宣言したんですよそしたら次に来たあのドラマの名前が「今週妻が浮気します」っていうねこれはさすがにつけられなかったちょっと前言を翻したんですけれどだからあの知名度を上げるためにあのやっぱりねこうずれたことをやるとメディアが絶対取り上げるんですね、まあ、それはすごいタイミングとともにすごく考えてやってたらあの早く星野さんに振った方がいいと思いますね でもその知名度を上げるとやっぱり誇りを持つ働かれている方住まわれている方があここにいてよかったなってみんなに知ってもらえてみたいなことっていうのが大本の原点にあるっていうのはもう本当にその通りだなというふうに思いましたあのフェイスブック化っていうのを作られてでやめたらああヤフーのトップニュースになりましたもんね <laughs> <う>みたいなことも含めてですよねシのしし家ね作ったら課長いのシ課長って呼ばれてもんね <laughs>、うん、だからそのやっぱね知られてるっていうのはすごい大事なんですよだから行政はそこをもっと意識しなきゃダメなんですよだから うん、だ民間企業がそのなかなかそれって難しいんだけど行政って結構あのそういうことをやるとメディアが取り上げてくれるんですよ、うん、だからメディアの量によってやっぱりその市民の感情っていうのはやっぱ盛り上がるんですねだからどんなに情報発信しててもねやっぱり例えばあの朝日とか読売とかが日経とかが書いてくれた方ががよっぽど盛り上がるっていうのはそれやりながら分かりましたそれは。うんなるほどね、ありりがとうございます星野さんその辺のの辺地域の誇り みたいなことをこうご自身のいろいろ運営されていらっしゃる施設との関係性で考えられた時にどんなふうなことをお考えお感じになられてますかあのそ,その、まあ、誇りっていうことに、まあ、最終的につながればいい,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 いなってぐらいでそれが目的じゃないんですねやっぱりあの何らかの魅力を出して集客をするってことはもう最大の目的ですからね。あのそ,その集客をする手段で あの地域にある魅力やあの地域の文化を発信することが実はその継続性があると僕は思っているんですよね。えっと他の革ら持ってきてこう作り物を持ってきてもそれは進化できないし、あの継続できない。えですけどですからあのバブルの時に何とか村っていうあのいっぱいできましたけど日本中にねあれはやっぱりなぜ失敗したかというと僕はその継続性の問題だったと思っているんです。継続するには地,地域の魅力、地域の文化、地域の自然、地域らしさをやって あの出していくと、えっと、そこにはもういろんなあの深掘りすればするほど面白いものが出てくる可能性があるしスタッフも動けるししたがってじ事業としての,その継続性が担保できるっていうのは最大のメリットだと思うんですね。まあ、そ,れそれが結果的にその地域のプライドとか あの働,く働きがいにつながればいいと思ってるんですけど、まあ、観光から言うとそそのプライド自体があの僕の中では目的ではないんですけどねそれからもう一つあのさっき中野さんがさ最初に言った質問にあえて難しい課題にです、ね、あえて答えるとするとですね僕はやっぱりあの地方に来てもらう時にあの最大のメリットに出してるのは結局ね見入りがいいっていうんですかね。 ですから同じ能力で同じ年数あのこう過ごす時にその本当にその都にいることが収入の最大化につながるのか地方に行って活躍する場を持った方がその活躍あの最終的に障害年収が増えるのかっていうのはねよく考えた方がいいと思うんですね。日本ぐらいだと思いますよこれだけ大都会にいることをねこだわる若い人たちがいる国ってね。 やっぱりあの普通はどこに身を置くと自分の生涯年収が最大化になるだろうかってこう考えるわけですよねで意外に僕は日本の場合は地方の方が今あ,のある能力を持っていてそれを生かした時にねその都会であの稼ぐよりもはるかに多くの稼ぎが地方にあの存在していると思いますねでもっと言うと同じ稼いだお金って地方の方が有効に使えるんですよ。例えば家を買うじゃないですか もう家の広さが違いますからね土地の安さも違うし家の広さも違うしあの通勤の快適さも違うしねだからあの、まあ、そ,うそういう経済的な理由っていうのが私は地方に来て、えー、もらう最大の,あのメリットだしもっとそこアピールすべきだと思ってます、ね。なるほど ありがとうございます。いや、もうお答えいただけて、もう本当に、ちょっと今背中、ものすごい汗かいてるんですけど <laughs>、ありがとうございました。で、あの、星野さんのお仕事は、まさにその、まあ観光というかですね、まあ人に動いてきていただいて、泊まっていただいて、その場所を楽しんでいただいて、食べ物を楽しんでいただいて、まあまあ帰るみたいな、まあそういうことをこう展開されているということだというふうに思うんですけども、まあ最近その、インバウンドだ、なんだとかですね、 まああのこう爆買いみたいなこうキーワードもこうあれしてますけどもそのやっぱり観光というのは宿泊地域にもちゃんとお金が落ちるしとかまあ食べ物特産品云々ということでやっぱり地域活性化みたいなことでは切っても気に離せない産業だというふうに思うんですけどもその観光をこう立国みたいな言葉もあるというふうに思いますがえその辺今後どういうふうにそのもう業界のリーダーとしてですねえーリードしていきたいと思われているかとか。 一言コメントいただけたらと思いますあ,あ,ありがとうございます。あの、えっ、ー、と、ここが、あの、僕がぜひ皆さんにしてほしいなと思う部分でもあるんですけど。その観光立国って、今、あの、言われていて、その。国も、その観光庁を中心に、あの、その戦略を進めていただいている。まあ、アベノミクスの一つの、あの、まあ。地方創生とか、アベノミクスの。一つの課題は、やっぱり観光立国を作っていこうってことになってるんですよね。で、僕はやっぱり、皆さんに知ってほしいのは、実は。もともと観光立国っていうのは。あの。 地方の雇用とか投資と含めて新しいその機関産業になっていこうとこれがあの元々の発想だったんですよね。ところがねいつの間にかあの2004年の小泉内閣の時に観光立国推進会議っていうのはできて私もそのメンバーでいたんですけど今ね見ると外国人の数が増えることが観光立国だっていう風なイメージにだいぶ変わってきちゃったんですね。 ところがね外国人が日本で落としているお金っていうのは確かに増えて2兆円あるんですよですけども日本人が日本国内旅行で落としているお金の量っていうのは20兆円あるんですねですからやっぱり観光市場全体を見るとあの観光産業っていうのはあの売り上げベースでいうと5番目に大きな日本の産業ですでこの5番目巨大な産業がすでに存在していてそれの中心は日本人による日本国内旅行だってことをねやっぱ僕ら忘れちゃいけないと思っている 外国人が増えることが観光旅行につながるんではなくてそもそも日本人の日本国内旅行がどうやって維持していくか今ちょっと減ってきてます、えっと、それからあの実際にはです、ね、その巨大な23兆円という需要があるものをどうやって雇用に結びつけるかですね23兆円あるにもかかわらず我々は75%は非正規雇用なんですよ25%は非正規雇用してないんですね でそれからあの投資も呼び込めてないいまだにバブル経済の時に作った建物を手直しして使っているわけですよねですから雇用とか投資とかっていうもともとの観光立国と言っていた目的に向かっていっているのかどうかってことをもう一度考えるっていうのが私はもうすごく大事なことだというふうに思ってますありがとうございます。 もともとのコンセプトに戻った時に雇用もしくはその非正規の方がみたいな話がありましたけどもこう具体的に例えば星野さんの場合はその観光立国みたいな話の中でですね同友会の中でもいろいろリーダーを尻尾を発揮されていろんなご提言をされているというふうに思うんですがその観光ということを通じてこの国地域を元気にしようと思った時のなんかこう肝これをやっぱり抑えにかからないとみたいなところっていうのは どんなアアイディアをいししうかあ,ありがとうございます、まあ、2つあると思っていて1つはそのあの23兆円もありながら利益があまり出てないということがあの雇用にも結びつかないしそれから、まあ、生産性が低いということですね投資には結びつかないなので実は需要を上げるのが一番重要なんじゃなくて利益を出す体質にするのが大事なんですよね。 ですからやっぱりあの経営を勉強している人たちがもっともっと観光産業に入ってこなきゃいけないしその売り上げを上げることだけじゃなくてどうやって収益に結びつけて投資を呼び込んでということをまあちゃんとやっていけるだろうかというのは一つ課題ですもう一つは生産性がこれ23兆円もあるのに生産性が低いという理由にあの休みが集中してるってのがあるのあんですよ日本人が休む日というのは大体100日なんですね。 だから観光産業全体のその収益を見ると100日の黒字と265日の赤字があるんです毎日決算すると100日の黒字で265日の赤字を埋めていてトータルで赤字なんですよねですからね休み方改革っていうのは僕は国がやるべき政策だと思ってるんですねですからフランスでもアメリカでもやってるようにその学校の休みをです、ね、分散取得させてますつまりフランスは2月なんかは1週目2週目は A という地区 B という地区は2週目、3週目、C という地区は3週目、4週目が休みなんですね。日本のゴールデンウィークはもう全員が休みますから、ゴールデンウィーク中の価格はですね3倍になります、えー、と新幹線ももうすく混みます、飛行機も取れないですよね。だから全体の価格が上がる上に、あに、結局行かないっていう人が出てるわけですよね。なので えと私はもう大型連休の地域別取得っていうのを提言してるんですけども休み方のあり方を変えて100日の黒字を何とか200日の黒字に変えるだけでもう日本の観光産業は劇的に進化するんですねでそういうことを本来は観光地や国はやってほしいんですよだけどもインバウンドの数だけ爆買いみたいなことだけがニュースにしてるのであのちょっと私はせ政策とか目標そのものにねあの問題があるんじゃないかっていうふうに思ってます あのちなみに今星野さんがお話しになられたその目標設定みたいな話はどういう会のところとかからもねあの報告書とか取れますからあの興味のある方は見ていただけたらというふうに思いますが観光産業20兆円以上ビジネススクールで勉強されている方の活躍のフィールドはめちゃめちゃでかいっていうことなのであのそういうこともどうでしょうね皆さんも考えていただくといいのかななんてあのものすごく真剣に今あの思っていたところなんですけども。 あの星野さんからその観光という側面で、まあ、これからの地域の元気にするというお話をた伺いましたけども日市さん市長ではもういらっしゃらないわけですが、まあ、行政の側面もあればそれから日市社中今その地域活性化の地域創生アドバイザーこの間で9つですかね11ですか。 もうありっとあらゆるところで地域活性化といえばと言ってお声がかかってる今のこのような状態の中でどういうことをこう具体的に展開していったらこの国の地域って元気にしていけるんだろうどんなふうにお考えで何をアドバイスするんだろうってすごく興味があるんですけど11個の市町村に僕はもうこれからのイノベーティブな仕事って1個しかないと思ってるんですねそれはもう組み合わせ組み合わせしかないと思ってるんですだから例えば僕は図書館は蔦屋と組んだ だから行政が蔦屋と組む図書館が蔦屋と組むっていうやり方ねで僕実はそれがうまくいくなと思ったのは今からもう15年ぐらい前大阪府の高槻市役所で部長で出向してた時に、ね、総務省からあの実は放置自転車をがもうの田打ち待ってたんですよ対策で苦しんでたんですこれ市長から部長なんとかしてくれって言われたんで僕当時ヤフーオークションにはまってましてね 放置自転車を日本で初めてヤフーオークションで売り飛ばしたんですよ <laughs> 皆さん笑ってるでしょ今までその対策に7000万かかってたんですよ7000万しかしヤフーオークションにした結果どういうことが起きたかっていうのは全部売れたっていうのはもちろんなんだけどそれでそれがあの広告になったんですね広告になってこんなに放置自転車で7000万も使わなこれ子育てに回しましょうよっていう僕メッセージまでつけたんですよ そうすることによって、あ組み合わせで、しかも行政がイノベーティブなことができるんだ、しかも僕はその時に思った、行政はマーケットなんだって、ブルーオーシャンなんだって、だからぜひね、皆さんたちが今度、民間であのいろんなとろ引っ張るところになったときに、行政を組む相手ってこう、してほしいんですよね。で、さっき、あ星野さんがおっしゃった、あの観光に飛び込んできてくれって、でも観光って、ほぼほぼ全部地方なんですよ、しかもかあの田舎になればなるほど、行政と組まなきゃいけないんですよ。もう もう嫌おうなくってなことになるとそ,のそういう意味でマーケットだっていうふうに意識してもらうとね行政も皆さんたちと非常に組みやすくなるっていうのは僕は9年間で学んだ2番目のことなんですね。一番はやっぱ知事選通りたかったですね。はい <laughs> ちなみに、その例えば、地域創生アドバイザー、地方創生アドバイザーで入ると。やっぱり平田さんとしては、どういうものと、どういうものが、この地域であれば、組み合わせになりそうか、みたいなところから入って。いろいろご議論を始めるみたいな、そんなイメージなんですか。それは、あの、唐井さんがあの、あの、おっしゃった通りで。僕は各地方、まあ、竹を除けばね、各地方のよそ者なんですよ。だから、割とわかるんですよね。うん、それで、えっと、僕は結構地方にも入り込んでいってますもん。そこのもう覆面で。 うん、あんまり覆面すぎて怪しまれてね、職務尋問されたこともあるんですけど。だから、そうすると、あの、本音をこう言われると、あ、これはここが足りないから、あ、じゃ、あこれ、はこっちから持ってくればいいね。っていうことで、もう組み合わせしようというふうに、こう、やっぱ思いますもんね。はい。ありがとうございます。唐木会長。いかがでしょうか。あの。星野さんと日和田さんのお話からね。まあ、二つヒントをもらって。えー 星野さんからのやっぱり継続をしていくということを伺いましてねそれから岩手さんからあの組み合わせだということを聞きましてあこれだなと今思いついたのがあ実はあの昨日夕方洗剤につきましてええー、駅の,あの牛タンを腹いっぱいいただきましてですね、えー、1.5人前頂い,いてなおかつさらにプラスして頂い,いてところがよく考えてますと仙台の牛タンというのは さも昔から名物のように言われてますけども、えー、多分高々30年かそれぐらいですよねこれはあえて意図的に作った名産なんですよね、えー、もちろん使ってる牛タンのほとんどはアメリカからの輸入だと思うんだけどももともと東北というのは牛肉文化がないんだからもともと仙台にその牛肉を食べるという ことが江戸時代からあるわけがないんですよねこれは意図して作ったあの名産なんですね、えー、これは仙台に牛タンを持ってくるというこの発想がすごいなと思ってこれが一つそれ,それを継続していくとね牛タンもこれは仙台の伝統になり仙台の名産になったんですよね。 せんえっと、2週間前に札幌に行きましてあの JR 九州のチームでよさこいソーラン祭りに出場させまして出場しましてね初出場ですあのよさこいソーラン祭りこれは日田さんの言う組み合わせのまさに、えー、成功事例だと思いますねもともと高知県にあったよさこい祭りよさこい踊りそれと 北海道のソーラン節と組み合わせて、えー、っと30年か二十数年前に北大の寮生が考えついてよさこい踊りとソーラン節を組み合わせてそして集団の激しいダンスを演舞としてあの皆さんに見せようということで始まったんですよね。それまであの札幌のの最大のイベントは 観光客200万人来る2月の雪祭りだったんですよねところが二十数年前に始めたよさこいソーラン祭りはあれよあれよという間にどん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 大きくなって今や6月の札幌のよさこいソーラン祭りは雪祭りを超える観光客なんですねだから新たに最初スタートする時は伝統も何もないんですよね ところが継続することによってそしてよさこいとソーラン節と組み合わせることによって新しいイベントそしてそれも伝統と思わせるぐらいまで継続したというこの姿にですね、何かヒントがあるような気がいたしました、まあ、ちなみに私どもの JR 九州チームはよさこいソーラン祭り初出場で40人以下の部で見事優勝したんですけどねおめでとうございます あのこれはユーチューブでご覧いただきますとです、ね、JR 九州さくらつばめ隊、まあ、読み方が応援隊っていうんですけど、えー、これがあの今、ユーチューブでなんと炎上、いい意味で炎上してますんでね、えー、ぜひご覧いただきたいと思いますが、あのその組み合わせと継続だなというふうに思いましたね。ありがとうございます。 あのこのセッションですねあのちょっと長めに皆さんの,あの質疑を取りたいと思うんですが私から、えー、と,とりあえず最後の質問ということで,です、ね、こんなお話を聞いてみたいなと思うんですが今日のタイトルですね「まあ、改革者と」と、まあ、もちろんリーダーでいらっしゃるわけですけどもまあ すごくこう面白おかしくいろんなことをこう語っていただいてますけどもこのお三方がやられてきたことってのはやっぱりこういろんな規制を乗り越え何を乗り越えってものすごくやっぱりご苦労が多かったと思うんですけどもまあリーダーシップを発揮していくまあ本当にトップオブトップスのリーダーとしてこうリーダーシップを発揮して多くの人を巻き込みながらまあことを前に進めていくもちろん今もそれをこう継続されていらっしゃるわけですけども何を一番こう自分の真ん中に据えて こういうことだけはこう大事にしながらとかこういうことを何かこう自分の真ん中に据えて仕事をやってんだよねっていうようなことをえ一言ずつ教えていただいてえ会場からの質疑を取りたいなというふうに思っておりますあのちょっとその観光とかっていう話とはずれてしまうあの観光というか地域という話はずれてしまうかもしれませんけどもやはりこの素晴らしいリーダーからですねこの話を聞かない手はないなということでえ一言ずつコメントいただけたらなというふうに思いますが。 ちょっとじゃ順番を工夫して日和田さんからいかがでしょうか <laughs> え。え？え <laughs> うん、いや真ん中にあったの？真ん中にあった、うん、こうこういうことをすごく大事に自分はこうリーダーシップを発揮して今仕事やってるんだやってきたんだ。 いやでもねそれはあのその時々でやっぱ変わるんですよねだから僕は病院改革をしてた時は同級生が亡くなりましてね脳内出血で38の時にでこれはやっぱもう同じ犠牲者を出しちゃいけないっていうので鬼になろうと思って。 まあ、医師会からリコールをリコールは車だけかと思ったら僕まで食らいましてね、えー、やったっていうのがあってで図書館の時はやっぱりあの一番ショックだったのはあの僕の僕喋ってたんですよ、まあ、あの声もでかいんで態度はちっちゃいんですけど声がでかいんで喋ってたら館長から怒られちゃってなんで図書館で喋っちゃいけないのって。 思っった時時ににしかも夕方6時に閉まるってだからそこの問題を解決しなきゃいけないってだからだからその時々でやっぱこう変わるんですよねだけど政治家だったんで人を巻き込まなきゃいけないわけですよでその時は必ず心がけたのはやっぱファンを増やすって僕はあの反対される人に対してあんまり説得いかなかったんですね説得いい負のエネルギーもらうの嫌だったから、うん、だからファンをこう増やすっていうのにすごく心がけてであのー これはもうあの番組で一緒だったあのデーブ・スペクターさんに教えてもらったんだけど人に会う時っていうのは最初の5秒で決まるっていうふうに言われたんですねだからその最初の5秒をいかにインプレッションしてでかつあのなんかな過剰なサービス精神がなきゃダメだっていうのはスペクターさんとか橋本徹さんから言われたんでもうそこも TTP してうんだからそれでうん,なんかなこう人を巻き込んでいくって。 いいうこととをずっと心がけていきましたね、はい、あ,あんまりこう真ん中にあるのはあんまりなかったような気がしますねだからちょっと軽いって言われてましたけどでも、はい、あまりまとめない方がいいですよねいやその目の前にある問題をどうしても解決しなければならないっていうことに対する思い逆に言うとそののみで突き進んできて。 そのためならある意味何でもやられてきたってことなのかなとあの日和田さんの書かれた本もですね二冊ぐらいあの配読してから来てるんですけどもなんかそんなことを感じたんですよね。しみじみしましたね。しみじみしました、ね。はい、はい。ありがとうございます。<laughs> 星野さんよろしいでしょうか。えっとまあ,あの確かにあの会社の大きさとか課題とかによって大事にしてきてるもんって変わってるんですけどもまあただずっと一貫して ああのの来ていてい今でも僕はすごく大事だなと思うのはあのその経営者のそのあのそ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 の倹約っていうのはあのななんかこうそ組織全体のまあ経営トップが失訴倹約であるっていうこと自体があの組織全体のその僕は風土を決めてる。 よような気がしてるんですよねで特にあの私の場合はその地方でリクルーティングをしていい人材を集めてあの無名の会社に地方の無名の会社に来てもらうっていうことがねもう最大のこれあのチャレンジだったんですよね。で来てくれるあの社員に対するその感謝の気持ちも強かったしっ今でもあのそうなんですけどもねただ会社の中にやっぱり給料の差ってのはあるわけですよね。でそそののの給料の差ががあることがその えっと生活のレベルの差にもつながっているわけ実態としてはでそその時にそのやっぱりお同じ同じチームで戦うメンバーとしてやはりこのあのいい,いいチームワークを作る、えー、そしてあの会社のビジョンに対してこう共感度を常に持っておいてもらうにはあの私はそのリーダーのその質素謙約の姿勢っていうのはものすごく大事だと思いますねですからそのあのポジションに関係なく。 その無駄なあのことにお金を使わないというのはこれ会社として当たり前ですけどもその個人として、過敏にならないということがあの私はすごくえ社員、スタッフ、チームにとって大事なんじゃないかなと思ってずっとそれを続けてきていますし今でもえ続けている大事なことだなと思ってます。ありがととううございます金井会長、はい、うーんと 木,です、ね木えー、勇気の木気迫の木気力の木この木を道溢れさせようというのが、まあ、ずっと若い頃から持ってましてまあ自分自身も常に気をもと気を溢れさせようと気、まあ、を溢れさせるということは、まあ、木というのは宇宙万物エネルギーのもとと耕治園に書いてますけれどもうー例えば NHK の動物番組を見ても獲物を捕まえる前の動物というのは 低く身構えして今にも飛びかかろうとしている時のあの動物のオーラね木っていうのはすごいものがありますよね繁盛しているラーメン屋さんのんお客様がお昼一時になってバタッと途絶えて皆さんお帰りになった時のそのラーメン店どうするかえよくないラーメン店はうもう店長が カウンターにどかっと座ってスポーツ新聞広げてタバコ吸ってそしてゆっくりと自分のランチ昼食をとって足を組んでもう空気が淀いますよね店のそうすると1時過ぎといえお客様が入るわけですからその時に死んでるという店になるんですねだから次入りたくないこれは気がないんですねその店に死んでるというそういうことでその気を満たせようと。 でもっと広い意味で言うといわゆる元気にしたいというのがあって自分も元気になりたいし元気のない人を元気にしたいと,、えー、っと20年ぐらい前にレストラン業をやりましてもうずっと大赤字で、えー、あの星野さんがおっしゃったようにとにかく利益を出さなきゃ事業として成り立たないし継続できないしまたこれは利益の出ない事業をやってること自体が社会にとって悪ですよね。 で働いてる人にとって本当にあの元気がなくなるんですで、私がその責任者について、二、え、十、ーまあ、数億の売上で、私が就任前、8億の赤字だった、でこれをすぐ黒字にならなかったんだけど、3年後に黒字にしましょうと、あの当時の JR 九州の経営者に約束して、で取り組んで、見事黒字した。 で、その赤字の時のね店長会議っていうのは40人ぐらいおったんですけどね本当に元気じゃないもうみんなねだらーっと出てきてねで毎月毎月あの黒字になるんだ黒字するんだとそれで具体的にみんなで勉強してでもう2年で黒字になって3年目では利益出てそしてあの JR 九州の中から別れて独立して、えー、フードサービスというのを作ってそう 黒字のと元気になるんですよね僕はもともと寂しがり屋だからどうしても寂しい顔を見るの嫌だからというのがそのやっぱり気を満たせないかんということに繋がったんだろうと思います大事にしているのは気だと思います、ねはい、ありがとうございます。 えー、それではです、ね、これから約20分ぐらいあの会場からの質問を取りたいというふうふに思います、えー、と一番最初に、ね、34問ざざっと質問を取ってからあのお答えをいただこうだなというふうふに思いますので一人一問そしてどなたにお答えいただきたいかということも、えー、と付け加えていただけたらなというふうに思いますあのできるだけ多くの人に質問の機会をということであのどなたかお一人ご指名をいただけたらというふうふに思っています。じゃあ 最初から上がってた、その一番、この、はい、そこの方、それからその手前の方、それから後ろの方のお二人、えー、それぐらい取りましょうか、まず、どうぞ。今日はありがとうございました、えっと、日渡さんにご質問です。えっと、私が住んでるところはあの横須賀市というところでして、先ほどスピードが行政、早くできると話だったと思うんですけど、と人口が5万人で、横須賀市の場合は人口約40万人。 でそれでもその規模は関係なく早くできるのかっていうのはまあやっぱりその増えることでえっと議員の数も増えますしいろんな属性の人たちが増えて抵抗勢力だったりいっぱいいると思うんですねそれでも変えずにそのスピード感を持てるのかっていうのをお聞きしたいと思います。はいありがとうございます。じゃあ次行きましょう。はいあのすいません私も日村さんなんですけれどもあの実はですね私人気付き職員で地方あの自治体に勤務しているものです。 でまた任期が終わっても地方自治体のためにあの自分ができるサービスを提供していきたいと思っているのですが先ほど日渡さん地方自治体はブルーオーシャンだとおっしゃいましたそういう場合にまず個人が地方自治体に対してサービスを提供したいという時一番最初にどこにあの訪問すればいいんでしょうか <laughs> はいありがとうございます <laughs> じゃあ次いきましょうはい、えー、とマイクが渡っている方どうぞ。 あすいません私も平田さんにご質問なんですけどすいません <laughs> あの一つ一つのですねあの政策取り組みには非常に意義があってあのいい政策でいうのもあると思うんですけれども点で終わってしまって線とか面に広がりがないものっていうのもあの。 まああの全国で見たりあるいは市町村で見ればあるのかなというふうに見受けられています日渡さんの,その武雄市長としてのご経験あるいはアドバイザーとしてのご経験からそういった面で広がりをつけるために何かこう配慮していらっしゃること注力していらっしゃることがあれば教えていただきたいなと思いますはいじゃあその後ろの方どうぞはいあの星野さんにご質問です私はは JTB に勤めておりますあの日本人のの旅行の回数は あの平均だと今1.4回ぐらいあって国内旅行だと言われてるんですけどもやっぱり旅行の回数を増やすっていうことが結構重要なファクターになるんだろうと思っていますそういった時に国内旅行を増やすためっていうところでどんなことが重要なファクターになってくるだろうっていうようなこととか考えられていることがあればぜひお伺いできればと思っておりますはいありがとうございますじゃあもう一人いってお答えの時間に行きます、えー、唐池さんにご質問させてください、えー、すごく唐池さんあのもう みんなを元気,す元気にするパワーをお持ちだと思うんですけれども実際その会社の中でどうやってその部下というか、えー、社員を元気づけているのかあ教えていただけますでしょうかはいわかりましたじゃあ上からいきます日渡さん横須賀40万人人いるんですけどスピードアップできますかあできますねっていうのは今日市長お見えになってるんですけどあのー、<laughs> ちょっとね 意見が違ったら、あのまたあの吉田さんに聞いてくださいね、あのね、えー、と急ぎます、えーと、僕は大阪の橋本市長に同じ質問されたんですよどう、どうすればいいんだって、その時に僕はお答えしたのは、分割統治だと言いました、分割統治、分割統治、うん、やっぱりね、100万人とか40万人ってトップリーダーが1人でっていうのは無理なんです、だから例えば10万人、例えば区を区切るとか、エリアを区切るにして、そこに徹底的に権限を移持するで、これは僕はプサン市を、T、TP したんですよ、プサン市を。 山市は区長であるのに名刺にメイヤーって書いてあったんですよそしたら本物の釜山市長は何してんのって言ったらいやお宅の天皇陛下と一緒である意味象徴だって本当の市長は俺なんだって区長が言っててそこにすごく僕は感動したっていうのはあのでこの分割装置の名付け親は津田大輔さんです 僕言言ったたことを分割掃除だねいいう,ふうに言いましたで2番目が人気付き職員さんで個人がどこに訪問すればいいかっていうことなんですけど、はい、これね法則があってあの割と横須賀市さんとか奈良市さんとかっていうのはテレビにやっぱ結構出てるんですよ今千葉市もそうなんだけどそういう時ってみんな焦るんですよ特に NHK に出るとこれ本当にやんなきゃいけなくなるって。なんでそういったところにあのなんかな人が足りないっていうのは地方は絶対そうなんでそこに自分に例えば子育て政策がこういうふうに NHK でこうバンって出るって言ったときに必ずそれは人がいるっていうことなんですね僕らのメルクマークだとだ,だからそこにこう行くっていうのはあ,るありますねだから NHK 見ましょうねそれと,、えー、っと点,点から天0 0千円線からメやみたいなことでこれはね、えー、っと僕が心がけたのはコンパクトにインパクトをつける爆発点を思いっきりつけるコンパクトにだから図書館で僕ね公共施設全部やれって実は言われたんですよ全部やろうぜってでもそれは無理なんですね体力ないから。 だから図書館っていう一点に全勢力を突き込みましたもう図書館しかやってなかったですよ僕、うん、もう一から勉強してでその図書館がうまくいったんでじゃあ次にねその横に今度はものすごくなんかなあの今の市長が子育ての支援センター作りたいっておっしゃってるんででまあそれは僕も調創アドバイザーで応援しようと思ってるんだけどそこにレストランも入れようというので点がこう なんかドットがこういくと基本的に線になって広がっていくと面になるんですよねだからあんまり最初から面って考えない方がいいと思いますね。はい、はいありがとうございますあの来る前に唐揚げさんの本を読んできたんですけども「七つ星」も実は乗れる人の数はすごく限られている。 でもその乗れる人の数が限られている電車がこう走ることによって線走ってるところの人たちがみんな元気になって、結果、九州を訪れる人の数が増えてきてるみたいなことが書かれてた部分があるんですけれどもまあそんな話なのかなとちょっと思いました星野さん、日本人国内旅行者を増やす方策、はいすね、あの旅行者減ってあの緩やかに減ってきているんですけどこれ人口減少が理由ではなくて参加率が落ちてるんですね、あのこの10年間で参加率が8.6%ポイント落ちています。 で特に日本の若い人が日本国内を旅行しなくなってるってことなんですけど、まあ、あのすごく大きな目で見るとあの需要を増やすのは非常にシンプルで私は良い商品が安くなればあの必ず需要は増えるんですよね。ですからあのすごくそのイノベーションを伴った素晴らしい旅サービスが 安い価格で提供されるようになると、もう需要は必ず増えてくると思いますね。で、そう、それはなぜできないのかっていうのは、実は私は健全な競争環境が整ってないっていうふうに根本的には思ってます。えっと日本の国内の旅行産業に健全な競争環境をそもそもしっかりと整備することによって、えっと私は事業者がいいサービスを安く提供する競争に駆り立てられていくと。 それがあの業界全体のプラスになっていくと思うんですね。この業界が意外に世襲が多かったりするのも、健全な競争環境に阻害している理由なんです。そこで、健全な競争環境の促進にあの一番効果的なのが、休みの分散なんですね。休みの分散なんです。今、100日に休みが集中してますから、この100日はですね、供給型なじゃなくて、需要型なんですよ。需要型には 頑張ってる施設も頑張ってない施設も頑張ってる人も頑張ってない人もみんな必ず満室になるんですねみんな必ずお土産屋さんもですね、えー、と頑張っているところも頑張ってないところも売り上げ上がっちゃうわけですで逆に265日は頑張ってても頑張ってなくても結果変わらないんですよねだったら頑張んない方が得なわけですよでそれが健全な競争環境を僕は阻害していると思っていて休みを分散した途端にこれは取り合いになりますし価格は落ちるし それから頑張らないところには客が来なくなるっていう当然の現象が起こってくるんですよねなので国ベースで考えたときに休みの分散ってことをぜひねやってほしい特に JTB みたいなリーダーは休みの分散やるべきだとこういうふうに言ってほしいんですよねところが多賀会長にしても僕の前では賛成と言っときながら <laughs> <laughs> 言っときながら流れ,、ええ、流れてますよ流れてきながら 実際はね業界全体が反対してるんですよ。なぜ反対するかっていうとさ非常にシンプルでえっ、ー、と健全な競争環境が嫌なんですよね。嫌なんだからでするっていう勢力が我々の業界にも多いっていうことがあの阻害要因になっていると思いますね。はいありがとうございます。金城さん社員を元気にする方法を。 あの気を満たせる職場に会社にあるいは自分自身に気を満たせるあれ元気にするためにどうしてるかえもう二十数年前から自分の関係した職場にはずっと言い続けてることがあります5つあります1つはあのもう皆さん方は本当に見ていて気にあふれてますだから皆さん方のようになればいいんですではどうするか1夢見る力ですね目標を持つこと夢を持つことですよ皆さん方皆さんお持ちです だから目ががててます気が溢れてますすれ1夢を見る力2大きくて元気で明るい声ですね挨拶もそうあの事務的なやり取りもそう日渡しさんのように大きく内容がなくても大きな声でしゃべる <laughs> これが元気のもとです3つ目 きびきびとスピードのある動きですね。きびきびとスピードのある動き。4つ目、隙を見せない緊張感です。緊張感。いいお寿司屋さんというのはカウンターに何も置いてません。ゴミ一つありません。きちっと清掃されて、で、従業員、あの寿司職人同士し、死後しませんね。すべてお客様に集中してますね。隙を見せませんね。隙だらけの店はありますね。もう お代金払うのも嫌になるぐらいの好きだらけの店これは反対ですね緊張感ある店好きのない緊張感それから最後5つ目はですね貪欲さですね、まあ、居酒屋ですと僕は居酒屋の,あの経営者やってましたからあと1本ビールを売ろうとかあと1皿おつまみを注文取ろうとかあるいは店の前を通っているお客様1人でもあと1人入れようって。 居酒屋が黒字になるか赤字になるかは1日2人お客様が増やすかどうかなんですよだから1日2人増やせばいいんですそういう気持ちでやってるかですね5つあると5つ達成できればこのうち3つでも必ず元気になります,以上ですありがとうございます残り6分になりましたので、えー、ちょっとすいませんあの質問ではなくてですね最後に、えー、地域を元気にしようと えとまあ、この国本当によくしようということをですね考えている皆さんだと思うので、えー、この3人のリーダーからですね皆さんに対してこういう形で頑張ったなとかこういうこと皆さんに期待してるよとか、えー、エールをえーお三方からいただこうかなということをさっきあのこれだけはですねぜひお願いしますということでよしということでお話を伺ってますので、えー、一言ずつ皆さんにですねこれからどうやって頑張ってほしい。 みたいなことをいただけたらというふうに思っています。じゃあ最後のメッセージを星野さんからよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。あのもうあの堀さんが前からあの最初からね、えー、変革と創造のしこういうメッセージを、えー、持ってグロービスが存在していてでまさにその精神を皆さんこう受け継いでると思うんですよね。僕は昔一番最初のアスカ会議であの堀さんについてってアスカであの一晩過ごしましたよ。 であれ以来やっぱりねグロービスの学生っていうのはやっぱりすごく暑いんですよねで僕はそのまんまの暑さをね僕は忘れないってことが大事だと思いますよねこれ年とともにやっぱり僕らはその保守的になるし年とともにその変革と想像のねその気迫がやっぱり薄れていくじゃないですかだからそこ,そこいかに忘れないで、えっと、今の思いをこうつなげていけるかっていうことがこれも継続なんですけども。 私はすごく大事だと思うしあのここにいる人たちがそれができずして私は日本は変わらないし日本の地方も変わらないんでぜひ一緒に頑張ってほしいなというふうに思ってままますすすはいいいありがとうございます<手>さんよろししくお願いしますあの世の中にはねこうやる気病ってあふれてるんですよやる気を出せとかもうそんなのクソくらいなんですよ。 あのねあのやる気出せって言われた瞬間もやる気出ないんですよだから僕は自分もそうだったし僕は職員さんにもずっと言ってたんだけれど心の池ってみんなあるじゃないですかそこにやる気が出ない時はいろんな本読んだりいい人と会ったりとかいい気がある人とね話をしたりとか心の池に水を溜めてほしいんですよそうしないといざ絶対人生で爆発する時来るんですよ さあ僕もいろんなお付き合いをして20代で爆発する人もいれば30代で爆発する人がいるあるいは40歳で爆発する50歳で爆発する人がいるその時にその心の池に水がないと爆発できないっていうことだからあんまりやる気が出ないよねとかって言った時はねどんどんそ吸収するっていうのが僕はすごく大事だなって唐木さんの言葉で言うと気を満たすってあいうことが僕はすごく大事だなっていうことをぜひ伝えたいそういう意味で言うとそのグロービスっていうのはその僕は最たる ところだとってこれみんな手弁当で来てるんでしょお金もらってやって来てるわけじゃないんでしょおかしいですすよよ <laughs> れてますよでもそういう思いを持った人がさっき星野さんが言ったようにねずっとその思いを持ち続けるっていうことがやっぱり是非伝えたいなっていうことで言葉です、はい、ありがとうございます えっと悩む時もありますし壁にぶつかるときもある人に会いたくない時もあるんですね僕はいつもあの悩,悩める社員に対してこう言います一つまず夜眠れない時がありますでこれは明日た講をこんなこともしなきゃいけないってこう思いがぐるぐる巡ってきますそうするといくつもやらなきゃいけないことが浮かんできますそういう時はメモをしなさいと、ね、そうするとね意外とないんです。 3つぐらいいのことしかないんですよそれがねぐるぐる順番に回っていくるんですいかにもたくさんやらなきゃいけないのもだからメモをしなさいそれから朝起きてやっぱり元気がない時もありますどうするか音声に出しなさいつら、ね、いことも音声に出しなさいもしつらい時ならまあなんとかなるかというね,ね、えー、どっかの言葉で言うと「けんちゃなよ」ね「けせらせら」っていうねそういうのが大事なんですよね。 ででででそれはたただだ思っただけでダメなんんすすす音声に出すんです自分一人でね部屋で。よし、今日はアメリカのトップセールスマンはあのこう言ってますよ、朝起きたときにカーテンをパッと開けて、お今日はいい天気だ、今日もいい仕事ができる、今日も頑張るぞと、自分で言うんですって、朝起きて部屋で、それ音声に出すんですよ、そうするとね、自分に暗示かかりますから。 元気出ますで嫌な時は嫌なことでああもうこれは時間が解決するどうせ俺は,俺は命まで奪われることはないと開き直るんです音声に出すんですよ間違っても電車の中で言っちゃいけませんよこれね <laughs> 変なふうに読まれますからね一人の時ではいいですよね一人の時はね三つ目あの上司に怒られたあるいはお客様からクレームを頂いたその上司に翌日会いたくないお客様にもちょっと会いに行くのを躊躇する。 こですね。会いたくない時に会いたくない人に会いに行けということですよこれが一番解決法ですまずお客様のクレームはね速やかに面と向かって2メートル以内に近づいてお話を聞く申し上げるそれだけで99.9%解決します僕は全部解決してみまたところが一旦躊躇して逃げたり なんか時間を置いたりするとねこれはもうどんどん問題が大きくなります速やかに会いたくない時に会いたくない人に会うそれから上司に怒られた上司は今日は会いたくないなと思う時に平気な顔して上司のところにおはようございます」って行くんですよ小沢一郎さんがあの政治家のね、えー、小沢一郎版のすいませんちょっと時間小沢一郎版の新聞記者がおって。 あの小沢一郎さん気に入ってた記者なんだけどある時小沢一郎の悪口を書いたんですね僕はその人から聞いたんです悪口を書いたら小沢一郎激怒したんです激怒して「もう出入り禁止だ」と「あいつは許さん」と小沢さん怒ったその新聞記者どうしたかその記事が出たその日に小沢さんとか会いに行ったんですもちろん小沢さんもう激怒してますお前なんだとか言ってところがその記者が帰った後に いやあいつは大したもんだとこんな時でも俺のところに会いに来るんだとお即気に漏らしたというんですよねやっぱり見る人は見るんですよで会いたくない時に会いたくない人に会うと必ず解決しますよこの3つですはいありがとうございますえー あっという間に時間が過ぎてしまいましたけれども、えー、日本の地域を元気にしようという話から始まって、3人のリーダーの方が大切にされていること、それから皆さんがこれからリーダーとして、えー、どういうことをこう頑張ったらいいんじゃないのという最後の熱い熱いメッセージまで、ですね、本当に一瞬のうちに終わってしまった、えー、そんなセッションでしたけれども、えー、最後にもう一度、えー、この素晴らしい3人のパネリストの方に、ですね、大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。 ありがとうございました。以上で第2部を終了といたします。